さあ皆様こんにちは、ボンドチャンネル通知パフォーマンスです。今回は車の動画じゃありません。ただちょっと待ってください、最後までちゃんと見てください。今回私通知パフォーマンスからお願いです。最後までご視聴お願いいたします。で今日はドイツデュッセルドルフから車で30分ぐらいのところにあるドイツ国際平和村っていうところに来てます。ここは、まあ、紛争だったりいろいろな国の事情でその国で十分な治療が受けられない病気だったり怪我をしている子どもたちが、まあ、共同で生活している施設になります。で今回ボンドグループ各店に設置させていただいている募金を届けにやってまいりました。シシクラさんっていう日本人スタッフの方もいらっしゃって、中の様子をちょっと動画に撮っていいってことなんで、ちょっと中の様子もお届けしたいと思います。ここがさっき言ってた平和教育の建物で、はいはい、まあ、ドイツの、青少年ですね、小中高校生ぐらいのグループとか、まあ、ドイツは教会のに入っている方たちが多いので、洗礼受ける前の平和教育のプログラムみたいなのができて、まずここで、スタッフのセミナー受けたりとか、まあ、ディベートしたりとか、テーマアフガニスタンとか平和についてとか結構大きいテーマで、その後平和村の子どもと交流してまた戻ってきてどう感じたかっていうのを、まとめの、時間で話すっていうのをしているのがここに、うん、はい、この隣は、はい、学びの場っていう建物なんですけど、はい、平和村の子どもたちはドイツの学校教育を受けていなくて、はい、まあ、子どもたちの中でもいろいろ違いがあって、はい、ハロー違いがあって、うん、まあ、学校に現地で行けてた子もいれば行けてなかった子もいるので、日本とかドイツみたいな学校教育をする場所ではなくって、ボランティアの方たちが来てくれて、例えば私たちの現地の言葉、ここに来るとドイツ語で会話をするようになるので、小さい子だと現地の言葉を忘れちゃう子もいるんですね。なのでなるべく自分たちの国の言葉を忘れないように、ここで母国語の授業とか時間があったりとか、あと算数の時間があったりとか、あと地理とかですね、世界がどうなってるかっていう地理の授業があったりとかをしている部屋です。でもいろんな国の方がいらっしゃるんですよ、言葉の勉強というか。もうそうですね、ボランティアさんは本当に子どもたちの母国の方たちが、うん、もう難民でこっちに入っていらっしゃる方たちがボランティアで来てくれたりとかですね、うん、ここで一番大事なのは子どもたちが現地に戻った時に何ができるかって、すぐに手に何か家族の手伝いができるようにっていうので、例えばお料理の時間があったりとか、あと裁縫の時間があったりとか、あと男の子たち女の子たちもそうですけど木工作業の時間があったりとか、あと家庭菜園の時間があって、で種植えてそこから本当に食べ物を育てていくっていう活動もしてて、もう現地に帰った時にすぐ家族の手伝いなり自分に手に職になるようなことを教えるのに力を入れています。でも算数は万国共通で大切なことなので、そうですね、うん、どの言語でも算数は教えられますし、どの言語でも 1+1 は2だしで算数は教えていて、というのもまだ子どもたちの母国って市場で買い物をするっていうのが通常なので、はい、レジとかが、私たちはレジとかスキャンすれば勝手に出てくるっていうイメージだけど、子どもたちの国はまだ頭で計算して払うので、売ってる人もそこは分かっているので、もし計算ができない子だとお釣り銭を騙されるっていう可能性もあるんですね。で大げさな話ではなくって、本当算数ができると家族を守れるって言われてて、一回そういうふうに間違った金額を渡されて、いや間違ってるよって言ったら、この子は分かってるなって思われて、二度とそうねことをしてくることもないと思うので、私たちは算数は本当にできたら家族を守れるっていうので結構力を入れてます。とにかく子どもたちは
日本でもインテグレーションという言葉があると思うんですけど、はい、平和村で大切にしているのはリインテグレーションといって、ここでの治療が終わって母国の家族の元とか友達とか母国にまた順応していくっていうのが一番大切なので、その母国語だったりとか母国の食事の料理だったりとか、母国の土地に合わせた家庭菜園の仕方だったりとかっていうの、その母国をイメージして常に時間を共有するようにしてます。言語の先生って、その人に、その国ごとによってってことですか？そうです、そうです。例えばアフガニスタンだったら、アフガニスタンの中にもパシュトゥン語とかダリ語とかいろんな言葉があるんですけど、その言語ができる人たちがボランティアで来てくれて子どもたちに教えて、だから言語の時間以外はいろんな国の子どもたちが一緒に活動するんですけど、言語の時間だけは例えばアフリカのアンゴラの子どもたちはポルトガル語なので、ポルトガル語ができる先生が来てポルトガル語を教わったりとかっていうふうにしてます、ちょっとなんかもう感覚が違いすぎてびっくりしました。そうですね。ちょっと違うと算数がちょっとその生きていくためのすべっていう感覚が全く僕なかったんで。ちょっと入っていいか聞いてきます。はい、こんな感じで、はい、子供たちのなんか小学校っていう感じですね。ね、学校に行ってない子どもたちも多いので、はい、季節感だったりとか、ちょっとここに見えないですけど、立体の絵描くとかっていうのを学んでない子もいて、絵描いたり図画工作したりっていうのもすごい力入れてますし、これ子どもたちがこの辺、そうですそうです、何でした、これはピースマークですねとか、ここに書いてあるのは、子どもたちにとっての平和って何っていうのを聞いたときに、この子は平和っていうのはお互いに助け合うこと、平和は友達になることとか、誰でも平和を作ることができるとか、一人一人思ったことをこう書いてくれてます。これドイツ語ですよね。そうです、そうです。ドイツ語も一緒にじゃあ学んだりも、ドイツ語の授業はないんですけど、基本は、はい、でも喋ったりとか、この書いてる子たちは10歳以上の子たちなので、はい、自然と覚えてたりとか、スタッフにどうやって書くのとか聞いたりとかしますね、こっちが、はい、アフガニスタンの方ですね。なんかこうゆっくり工作するとかっていうのってすごく豊かな学びだと思うんですけど、はい、子どもたちはゆっくり母国でそういう時間が取れてなくって、はい、子どもたちに帰ったら何したいのって聞くと、絶対に学校に行って家族を助ける知識を得たいんですね。なんか日本の勉強するっていう感覚と本当に違うとか、勉強するが当たり前の世界にいる私たちと、勉強して何か、ね、その家族を助けるとか目的が見えてるのってすごく違うなと思います。あとすごいこれね、日本から届いたんですけど、日本の子たちが、日本の、はい、中学生たちですね、その平和村の子どもたちっていうメッセージを送ってくれる、なのでその日本からのメッセージがすごい届いてます。折り鶴もそうだし、千羽鶴とかもそうだし、いろんな国からの支援というか、そうですね、でここは大体算数する時間もここで取ったりしますけど、大体はその地理の勉強とかですね、勉強というか、これはアフガニスタンかどっから来たのとか、話したりしますね。みんながみんなカブールから来てるわけではないので、何歳ぐらいか、何歳ぐらい、基本は2歳から12歳、2歳というか、母乳が必要じゃなくなるような年の子から、一応ビザの問題があるので12歳までっていうふうにしていて、12歳で、治療で長引くと難民ビザ、私たちは治療ビザなんて受け入れてるんですけど、治療ビザを書き換えなければいけない年齢になってしまう可能性もあるので、最高12歳でしていて。
で、2歳から12歳までの子たちが良くなったら母国に帰ってくる、はい、うん、治療が終わってその担当の先生がもう君は母国で生活していけるよって判断したら帰国するとか。はい、上に行ってみます、はい、あとキッチンも見てみましょうか、どうするか。なんか作ってたのかな。じゃあここも子供たちが料理をしたりとかってします。あのこの子供たちがここのキッチンに来て、はい、例えばアンゴラとかアフガニスタンの料理を作ってくれたりとか、まあ、スタッフは見てるだけ、見てるだけとか、注意して、まあ、手切らないのとか見てますけど、大体は大きい子供たちが小さい子供たちにこうやって作るんだよって教えてる感じで、なのでここで作るのはドイツの食事ではなくて、どちらかっていうと現地の食事、でも日本人スタッフがいるので日本の食事をしたりもしますよ。お好み焼きだったりとか。ちなみに評判はどうですか？お好み焼きはいいです。でもみんなピザとか食べたいっていう人とかの方が好き。はい、これが学びの場で、子供たちがいないから変な話ですね。ちょっと今大変な時期なんで、まあ、ちょっと子供たちが取れないということなんですけど、そうですね、うん、まあ、コロナ禍で接触をしていきたいっていうのと、ね、はい、あとはね、今ここの建物の上にもウクライナの方たちが住んでるので、はい、そこにあんまり接触がないように。子供の声が聞こえてきましたね。さっき間違えて向こう行っちゃったんで。でも緑多くて気持ちいい時期ですよね。そうですね、ドイツ気候めっちゃいいっすね。なんか夜さんですけど、めっちゃいいですよね。いい時期に来ましたよ。いつもこんなではない、ちょっと時期間違えると天気悪い時期なので、はい、今はすごい、はい、これね、実はすごい高いんですけど、高い木ですけど、桜なんですよね、はい、え、そうなんですか。これ日本の方たちが寄付してくれた、テレビ局が一緒にしてくれた桜で、もう枯れちゃったけど、すごい大きい八重桜。もうちょっとじゃあ大きくなったら、あ、最低ね、そうもうちょっとさっきの終わり、何年か最低動画ですか。はい、じゃあ、はい、しらーっと上に行って、はい、そのまま建物の上から見られるかどうか、見てみましょう。そうです、ここまでは子供たちは降りてきてはいけない、はい、そうなんですか。でもう子供たちは分かってて、そこの上から下はスタッフとじゃないと降りちゃダメだよって分かってて、ここから上が子供たちの生活してる施設なんですけど、まあ、大きく言うとそっちに食堂があって、こっちでリハビリあって、はい、奥が子供たちが寝泊まりしてます。スロープからな、声は聞こえるけどまだ見えない。しらーっと遠目から見ましょうか。せっかく遊んでるから。日本人のボランティア。あ、そうなんですか。私は、あ、そうなんですか。透明に今日は見させてもらいます。あ、そうです。
姉ちゃんは今ボランティアをしてる看護師さんです。あ、そうなんですか。はい。Kein Rollstuhl. Kein Rollstuhl mehr. Ja, kein Gips mehr. Kein Rollstuhl mehr. Ne, hallo. いいかちょうどいやーほらあ、そうなんですねよろしくお願いしますよろしくお願いしますなんかちょうどうちの子供と同じぐらいです。あんな小さいですか？なおいくつですか？上が。あっち行きましょうか。こんにちは。いいですよね、こういう子供です。こんにちは。こんにちは。全然大丈夫、普通です。普通です。でもこんなに見えない。見えない？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 爆弾が敷かれていないので、だから手が両手がないんです。この鍵で出れるかわからないので、試してます。なんか子供のやっとが。なんかうちの子供と変わらないぐらい元気だし。そう元気ってそういう。あそこは不安分担ですね。もっとなんか家族と入って。ドヨンとしてる。やばい土屋さん。来てもらって本当良かったです、土屋さん。いつかお子さんが大きくなったら家族で。そうです、2歳から12歳までの子供たち、はい、で、まあ、ここがこの建物は今さっき言ったみたいに寝泊まりをしている施設なんですけど、はいはい、2段ベッドが2個入って1部屋で4人ですけど、でもなるべく同じ国の子どもたちじゃなくて違う国の子どもたちプラス車椅子の子は1階だし、はい、1階でしか生活できないし、ね、エレベーターないので、はいはい、でも車椅子の子たちだけだとベッドの移動とかができないので、なるべく大きい子どもたちが同じ部屋に入るようにして、ベッドの子車椅子からの移動を手伝ったりとかっていうのをしてます。この間アフガンに帰った子たちが言ってたんですけど、はい、ここってめっちゃ遊べるじゃないですか。で帰ったらこんな思いっきり遊べるかわからない、はい、だから思いっきり遊べるうちは遊んどくんだって言ってて、私たちは彼らの現地の状況がわからないので、はい、どんな国に帰って、そこがどういう地域なのかとかも、まあここで思いっきり遊んどきな。だから全然結構見てて危険な遊びもするんですけど、はい、目をつぶる命に関わらないんだったらもう思いっきり遊んで、さっき言ってたそのコーナーを開けた時に爆弾が仕掛けられてて、ってその本の中にってことそうです、開いたら爆発する仕掛けが
あって、でもそれはあのタリバンがやったとかではなくて、あのタリバンの政権交代直後に、はい、あの IS のとの戦いがあって、はいはいはい、であの、まあ、誰が仕掛けたかわからないけど、はい、その時に怪我をした、あの去年の8月以降、去年の割と最近の話です。そうですそうです。で、なあの多分最初の処置が良かったから、はい、手は、はい、まあ、あの両手を失ってしまったけど綺麗な処置ができてるんですけど、はい、あの背中とかにすごい火傷をしてるのか、はい、でそれの治療で、はい、あとですね、そうだ、はい、あのここがリハビリの施設なんですけど、はい、1階は手術室になってて、あの普段今までは手術室がなかったので、はい、子供たちは病院に行って手術受けて、はい、日帰りで帰ってくるとかあったんですけど、あの手術室が去年できて、はい、逆にお医者さんがこっちに来るようになって、あの病院に子供が行くんじゃなくて、なのであの子供の移動の負担が減ったのと、すぐにずっとあの様子を見てられるっていうのと、あと子供たちにとっては手術後不安な時ってここ家族がいないので友達が行ってくれるのですごく心強いですね。なのであのここで手術して、まあ、ある程度の時間経過して麻酔取れたらまた子供たちのところにすぐに戻って様子をお互いに入れるって言って、あのこの手術室のあのが始まったのはすごい平和村のちょっと大きいことだったんですよ。なんかあのこうちょっと時間が空くとリハビリとかってあの簡単なものじゃないじゃないですか。毎日しなきゃいけないし、モチベーション保つし、でも痛みも伴う場所があったりとかで、モチベーションが下がることもあるんですけど、あの定期的に子どもたちが帰国するので、あの次は絶対自分が帰るぞって言って、その他の子が帰国するのを見てまたモチベーション上げて帰国したいっていう気持ちを高めたりっていう子どもたちの中でしてますね。あとあのここの子どもたちはいろんな、あ、症状は違っても国から、ね、家族からは離れてここで治療しなきゃいけないっていうバックグラウンドが似ているとか、あの同じ環境にいるので、なんか悩んだりとか寂しくなったりとか不安だったりとした時に、スタッフがこう答えるよりも同じ気持ちでいる子どもたち同士であの話し合って解決していくっていうことがすごく多くて、まあ、それが本当にすごい力に、子どもたちの力になってるんだろうな。だからあの、ね、スタッフいなくてもああいう風に座ってみんなで話したりとか、夜寂しくなったら大きい子が慰めたりとか、逆に大きい子が不安になることがあるので、大きい子の方こそ頭で考えることが多くて、でそういう時は違う子どもたちが、ちっちゃい子どもたちが来てどうしたのって支えたりとか。ハロー、なあ、ビギッツティア。Hast du wieder neue Schiene? Neue Fixatur? Ja? Ja, ne, ohne Muletta darfst du nicht, oder? Doch? Hat Minori gesagt? Ein bisschen stark. Ja, schön. Du kannst gut laufen jetzt. Okay. Gomen, ne, この距離で。Super! Schön!うちの子供も今縄跳びにハマってて。あ、本当ですか。縄跳びって結構疲れますよね、やるとね。スーパーシーン。あの洋服とかね、靴とかも全部寄付なんです。あの村で買ってるんじゃなくて、まあ、靴の会社とかが寄付してくれた洋服もあるんですけど、あの近隣の人たちがみんな使わなくなったのに寄付してくれて、でもそうですよね、子供がこう定期的に入れ替わるから。そうで、子供ってすぐ大きくなるじゃないですか。そうそうそう、あのなんか周りにその寄付してくれる方たちもちゃんと使ってる場所が分かってた方がいいって、はいはい、まあ、で持ってきてくれたりとか、どこに行くのかな、お散歩かな。あ、だから職員が車椅子押すんじゃなくて。あ、そうです、そうです、あの押さないですね。本当にあの危ない場所とかはしますけど、基本全部みんなで、あとあのリハビリの時の包帯替えとかも基本は自分で知って、スタッフはそばにいて見てる、
まあ、あの自分の体のことは自分でっていうのもあるんですけど、あの彼らの国って戻った時に他の子が同じような体験をする場合もあるじゃないですか。だからその時に自分がちゃんと他の子を助けられるようにっていうのも、今ね、女の子たち食堂にご飯を食べてしまった、帰る前に行けばよかった。こんにちは。こんにちは。すごい日本語できるんだ。こんにちは。ハロー。ありがとう。すごい。はい。ありがとう。ありがとう。すごい、すぐ覚えちゃいますね。ね、ありがとう。ありがとう。ありがとう。バサイテありがとう。ありがとう。バイオイヒスタシャクオ。来た来た、大きい子たち。この子が一番大きいぐらい。そう、うん、あの年齢が多分10、結構上です。でもすっごい落ち着いた子なので、でもみんなすごい多分リスペクト持ってるから、ああだから、もう口で言ってみんなが言うこと聞くみたいな、伝えて、あの、ボスみたいになってる。ボスです。ああ、ユニバーシティザクナンゲーズ、ジャパンだ。ユニバーシティザクナンゲーズ、ジャパンだ。ユニバーシティザクナンゲーズ、ジャパンだ。Aber du guckst ja, die Tür haben wir auch ändern was zu. Ja, alles sauber. Ja. Mein Mann hat ja auch noch Rosen. Ja, sonst kommt ein Thema dann her. Ja, blaue Container rein. Ach, rechts. Ja. Ach so, alles klar. Ja, danke. Ja, gut. Nee, die müssen leider hier runter. Ja, ist ja kein Problem. Ja. Danke schön. こうやって普通に寄付持ってきてくれる。あ、これ寄付なんですか。お洋服の寄付の。ハロで、今から女の子たちが食べて、はい、食べ終わったら綺麗にして男の子たちが入ってくる。聞いていいのかわかんないけど、この食べるのが難しい子とかは、例えば手が使えない子とか、まあ、できるところまでは自分でやるけど、できる子は手伝ってあげたりとか、あと食べるものの制限がある子もいるので、ここのキッチンのスタッフが、柔らかいものとか、その子に合わせた食べ物を調整してくるとか、あと豚肉をイスラム教徒の人が食べないので、ここは豚肉が一切いらない。そうなんですか。あ、ああ、なんかちょっと寮とかちょっと病院みたいなのを想像した。ああ、そうそう、こうじゃなくて、本当に村なんです。村なんですね。でもちゃんとサラダは食べなきゃいけないとか。なあ、成長して。はい、食べるな。いやさあ、というわけでうまく説明できなかったりしたところもありますし、まあ、あとは今回ちょっとその動画でお届けするっていうのを最後まで悩みました。やっぱり知っていただくっていうことも大切だと思うんですけど、どうしても子どもたちを晒してしまうっていうことにもつながってしまうんで、まあ、本当に最後の最後までちょっとどうしようか悩んだんですけども、やっぱり知っていただいて皆さんのその支援の気持ちだったりを届けるような環境がより整えばいいかなと思います。で、引き続き今度各店で募金箱の方を設置してますんで、もちろんそこでも、受け付けておりますし、まあ、直接ドイツ国際平和村の方で支援の振込口座もありますんで、ご支援いただける方がいらっしゃいましたらそちらの方でご支援いただけるといいんじゃないかなと。で、もちろんボンドでご支援いただいたものに関しては、定期的にこうやってドイツに来た時に責任を持って届けますんで、ぜひとも今後ともよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。 You're nothing I can trust in what you're shaping I keep praising Ooh, not on my own I know that I'll never be too far from home Too far from home There's no place I can go to be too far alone You never need me I'm
fisherman in Seating. This will make the beating. You are the peace I know. When I'm feeling alone, no other place I go. Just keep leading me home. You are the peace I know. And I'm never too far gone. You are the peace I know. When I'm feeling alone, no other place I go. Just keep leading me home. You are the peace I know. And I'm never too far gone. The only thing worth it to live for your purpose. That's what I've been learning. No, I don't deserve it. Enemy swerving the way that you working. I seen it in person. Your glory emerging. Only got time to look at you. Peace of my mind, you pull me through. Love in your eyes, you show me truth. The way you designed it, you're the proof. Boost up now, living water overflowing. Need a new cup now. True love found, just let go control and watch your roots grow down. You're bad enough, I'm moving out the way. I know I'm nothing low without your grace. I don't have to be stuck inside my ways. Everything I need is in your name. Oh, yeah. You are the peace I know. When I'm feeling alone, no other place I go. Just keep leading me home. You are the peace I know. And I'm never too far gone.